皆様こんにちは、ワンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでスイカとビーチを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています、こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にスイカとそれから雲それから海の線を描いています。こちらをカッターやハサミで切り分けて使っていきたいと思います。まずはこちらの波と砂浜を分ける線を切り分けていきます。こちら2つに切り分けることができましたら、上側の型を合わせて動かないようにテープで固定しておきます。続いて砂浜部分に色を塗っていきます。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。緑色や青色、水色、茶色、薄い黄色やオレンジ色、赤色などを削っています。薄い黄色や茶色などを使って砂浜に色を入れていきます。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取っていきます。砂浜部分を描くことができましたら、こちらの波と雲の真ん中の型を切り抜いていきたいと思います。型を切り分けることができました。最初に塗った砂浜部分を隠していきます。続いて空も隠していきます。砂浜と空を隠すことができましたら、こちらに、海の色を塗っていきます。パレットから水色や青色を塗っていきます。雲の部分にはあまり色を入れなくてもいいと思います。雲の部分にかかった色は消しゴムで消しておきます。続いて先ほど塗った部分の型を合わせて隠しておきます。さらに空に色を入れていきます。こちらも青色や水色を使って塗っていきます。上側の型を外すとこのような感じです。続いてスイカを切り抜いていきます。スイカの緑色にしたい部分だけを切り抜いています。肩の内側を消しゴムで白く消していきます。緑色を塗っていきます。続いてスイカの黒くしたいところと赤色になる部分を切り分けていきます。スイカの黒いところは上をひっつけた状態で残しておくと塗りやすいです。この端までを切ってしまわずにつけた状態で色を塗っていくといいと思います。こちらの緑で塗った部分は隠しています。赤くしたいところに消しゴムを入れて白くしていきます。パレットから赤を塗っていきます。続いて左側のスイカも黒色を塗っていきます。こちらは内側の色はそのままで、上から重ねて黒を塗っていきます。すべての型を外すとこのような感じです。続いて色鉛筆やペンを使って種や茎を描いていきます。
で、ところどころ消しゴムで光を入れていきます。スイカの下側は少し色を落として、砂浜と同じ色を塗っていきます。色鉛筆で輪郭を整えていきます。で、白ペンで光を入れていきます。で、カモメを描き入れます。こちらはお好みで構いませんので、太陽などを入れていただいてもいいと思います。で、黒を足していきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでスイカとビーチの絵の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。